利息10日で5割だったらいけるんですけど。10日で5割？闇の商売やな、社会に溶け込んでなんぼや。2時までだったらいけるんですけどね。ギャンブルがある限り闇金も安泰やね。人をしっかり見抜いて利息という利益を還元してもらう、それが私たちのお仕事です。払い期限過ぎちゃってるよ。ねえ、ギャンブルの負けは絶対ギャンブル。取りこぼしもポツポツ増えてきましたな。殺しちゃる。うるせえよ。お電話ありがとうございます。南八番工業です。うまいこと金転がしてるみたいやんか。いや、ほんま若い子入ってきてくれてよかったです。せ、出所祝いしよう。お前が偉そうにしてどないすんじゃ。喧嘩売られとんねや。黒幕は誰や。裏で糸引っ張っとるやつ、すぐに探し出さんかい。いや、わざわざ来てんやんか。ここに私らもわざわざ来たんです。ちょ、おい、酒井さんだってすぐ怒るじゃないですか。俺と殺すは別じゃん。バカ、感情的になるから。お前落ち込んだり切れたりすんだろ。え、振り回されたボケ。なんでヤスリあるんですか。え、知らないの。はい。傷つけないようにだよ。何を。大事なところを傷つけないように。大事なところ。